私が母を殺しました。ある日私が楽しみに取ってあったアイスクリームを母が妹に食べさせてしまった。母に問い詰めると妹が欲しがってからあげたと言った。楽しみにしていた私はすごく怒った。母親に怒鳴り散らし最後に死ねと叫び、夕食も食べずに部屋にこもった。私は寝てしまっていた。父が部屋に飛び込んできたので目が覚めた。お母さんが引かれた。私たちが病院に着いた時母はどうしようもない状態だと言われた。医者は最後にそばにいてあげてください。それから少しして母は息を引き取った。その後母親は買い物に行くと言って出て行き、その帰りに車に轢かれたこと、現場のビニール袋の中にはアイスが一つだけ入っていたこと、その時私のためにアイスを買いに行って事故に遭ったと分かった。通夜と葬式の間私はずっと泣いた。お母さんごめんね、私が最後に死ねなんて言わなかったらと今でも悔やみ続けている。